自然博物館。はい、よろしいですかね、撮れてますかね。自然博物館、自然博物館に着いたよ。なんかここからちょろっと、はい、向かっていこう。子供連れの方がおられます。はい、自然博物館コラボの話し合い、コラボの話し合いね。はい、あそこに、あそこに建物がありますね。あっちに建物があるよ。はい、今日はいい天気だし、この平日昼間からこんな博物館に来る人もなかなかいないでしょうが、はい、風があるね。風があるけど、まあ中でのアクティビティが基本なのでいいでしょう。はい、よし。はい、広島学芸員に案内していただきまして、お忙しいところお邪魔します。はい、どうぞ。はい、ちょっと裏方通ります。あ、裏方通ります。これはカメラが入っちゃっていいんでしょうか。いいです、ちょっとよく美しくないですけど、ね、うわめちゃくちゃ本当にもう 裏側って感じのところです。はい、2階ですね。はい、階段登ります。まあ、なんか塩っぽい感じの香りがしますよ。生臭いですよ。はい、デビンさんも来るとか来ないとかって、まあ、来るかな。デビンさんね、フライングしても来ています。あ、フライングもしてきている。はい、デビンさんフライングしてきてます。はい、わ、めちゃくちゃ裏側って感じ。じゃじゃん、どうぞ。デビンさんいます。はい、はい、コラボする、はい、コラボする皆さん、はい、世界初、そうそう、世界初、この博物館の裏側に YouTube のカメラが入った。あ、ほんまや。写真見てもちょ長いのか、本当にどうなんだっていう。小田さん前言ってた、もしかして日本の移植集とかなんか。いや、日本からこう入ってったのが、日本から入ってったのがこいつら。もう外来種って書いてある。知ってますみたいな。知ってます。で、台湾内であっちこっち移植されてるのがこいつ。はいはい、国内輸入ですね。で、この国内輸入で雑種が起きちゃって、ヒゲが長いやつと短い、こっち側はヒゲが長い、こっち側がヒゲが短いとかってなってるけど、こんなんソニックヘッジホッグの量でヒゲの長さ決まるのも分かってるから、ちょっとそこをなんか、カロチンとかビタミン A いっぱいある食べ物ないですか、それでヒゲ長くなったり短くなったりしますよみたいなので分けてますよね。それプラスシティぐらいですね。多分あれ違うところに移ったらヒゲが短くなる。で、唯一こいつは今あの黒ナマコの分裂もね、あの西と東でやったことあって、最南端のところ、はい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 、ケンティンとか東側置いたら丸々太って産卵するんだけど、西側置いたら、はい、あの分裂しまくって、あの産卵期でも卵持ってても全然自然誕生さんがなくて、はい、まあ、同じ種でもその無性生殖と有性生殖を環境に使わないと、魚がこれね、すごく
浜岡君もすごい人生誰それっていう、ね、いやもう分かんないですよ、分かんないですよ、もうね、あなたと同じ大学見ても分かんないし、尊敬されました、国内でも分かんないです、はい、日本でも分かんない、そうで、ただ一応自分はその材料として使うんで何なんだっていう、まあ、最低限そこら辺で逃げ出したあの金魚じゃないよねぐらいが分かれば、ドラマぜひさんにこれ分かればいいよね、でちょきっとヒレとか切っといて、あのぜひさんあげる、先生の講義を聞きました、はい、画面曲がっていきなりそれだけ言って何なんだって話なんですけども、はい、だいぶ前ですよ、はい、だいぶ前ですよ、はい、かなり前に、はい、あのそうですよ、台湾の中央研究によります、台湾ね、はい、台湾私よく行ってね、台湾にね、台湾省立博物館ってあるでしょ、はい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 、あそこで友達がいるんですよ、はいはい、カニの研究してね、はいはいはい、よく行きました、はい、うん、渡辺君、カニの研究の渡辺哲也、はいはい、これは僕よりも一つ下です、もちろん彼のそう、はい、鍋さんと、いや和田先生のところに行って、そうそう、彼が私の授業を聞いて、はい、で興味持ったんですよ、はい、そうですよ、そうです、で僕の研究室の隣の研究室で彼がそのなんかマクロレンズで鉄砲エビとかのサンプルを取りのえらい勢いで取りで、それでこう写真を撮ってっていうので、あの学年の一つ下か、彼は僕の一つ下でしかね、彼が下、じゃあ僕が一つ上なんです、そうなんです、その時に僕は先生のあの僕大体水産系で種類のなんか美味しいところとかって言ってる先生たちが多いところで、あなんかいろんな疑問出てくる、半分話聞いてるか聞いてないかよくわからん学生でしたけども、なんか理学部っぽい話、そう水産系のこのカリキュラムの中に理学部っぽいっていうので僕はね、こう覚えてます、はい、また鍋さんも覚えてるかと、そうか、はい、これが僕の今彼はあの、はい、西宮の海部館も取ってる、いやでもガチで、はい、そうですよ、そうあの辺あたりは今度終わらせましょう、見よう、あったら聞いてみよう、はい、あのちょっとすみません、名刺いただけません、あ僕ね名刺持ってないんで、若いスマホとかお持ちです、だからさ持ってるけどとか、いやいや、あの狭い地域だけど、いろいろ絶対何らかの形で連絡を取れますんで、はい、どうつやね、やらせませんちゃくちゃ懐かしい、はい、先生言うことだったらみんなきっと分析できたらなと僕は思って、そこは多分そのマッチングというか興味の問題もあって、多分これはこういう昔の人のどうして分けたの問題で、でこれはなんかね卵に毒があるとかっていう、なんかちょっと結構食べたんか、いや食べてこっちの図鑑にも食べる時には気をつけてね、オートやなんか食べるんかい、言う食べる、いやなんか卵を多分子持ち状態で食べて大量のドースで取ると多分大変なことになるんでしょうね、そうですね、これがねその台湾原生種だから、みんな台湾人スタッフは喜ぶわけですよ、やったー私たちのイーランの川にもいっぱいいるっていうので見たら、釣り人がイーランあたりに持ち込みましたっていう、内部で国内入手でももう日本なんだ、台湾人の心をわしづかみ、毒は持ってる、非常に特異的な生態を持ってる素晴らしい先生。面白いね。その毒自体ってあのあれですか、あの、はい、なんですか、ゲノム上にその毒、いや分かんない、何人誰もやってや、そう、微生物の、そ誰もやっちゃいないんでね、そう、ちょっとみんなでめっちゃ卵食べるパーティーし、どれくらい何ちゃうか僕でもあのちょっと今あのそしたら例えば太田さんの、はい、その研究に結びつける上に、はいはい、そしたらどのようなところに解析していこうかな、はい、僕の位置づけとしては結局その発生学とか進化発生学をやろうとした時に、海外の人たちが海外の珍しい生き物をやりましたってなるじゃないですか、はいはいはい、ね、スティックルバック、はい、スティックルバックをやるのかって話ですよね、はいはいはい、あの台湾で ね、 そうですね、で台湾の人たちは台湾の人たちがアクセスできる面白げな生き物がいて、で今金魚やってるから金魚と比較するにしても、はいはい、スティックルバックじゃなくてこれをやりたいだろうと、さっきの移入されてる卵に毒持ってるやつやりたいだろうと、やるぞ、でも何にも分かってません、はいはいはい、分類も分かってません、移入種ですけどどっから来たんですか、いや移入種は移入種でいいですけど、そもそもこれどこに位置づけられるのとかっていうのも分かんないから、じゃあで大群の比較しようとした時に台湾にいる種類って限られてるんで、
ちょうどインドネシア人の人が和歌山の博物館にもうこの組み合わせがあれやちょっともちろんこの組み合わせだいたいこのコイの台湾に住んでるコイの種類は日本があって台湾ここにあって東南アジア地域でフィリピンのポスドクがいるからこう挟み込んでおけば一応どの魚を拾ってもねあの出自が何であるかが分かるところまで詰めていけるだろう、はいはい、で自分の体力で何が捕まえられるか皆さんの体力でどこぐらいまで、はい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 、で学生さんの根性でどこまで研究できるかっていう、はいはい、そのいやめちゃくちゃ詰められてもサンプリングは僕の足にかかっちゃってそのアッパーリミットがあるんでそうなんですよそのマンパワー地獄犬のようなその人権を今世紀に人権を無視したような労働環境を作って学生を使うはやってないんででもうアキレス腱切ったりとかねあの地の手術をしたりとかしちゃってるんでそれはどこまでやるかっていうのもあるんで地の手術大変だったんですよ地の YouTube のチャンネルには地の手術の工程まで全て載ってますし台湾ソロ生活医療手術一人攻略法についても一通りねまずはこれを準備しましょうとかそういうふうなんて全部収録してるんですけどもそうこういうのをでそれではそれは皆さんの中でビビッとくるものがあれば、はい、あじゃあ船取りに行くついでにもともとグラントをもらってる船のプロジェクトがちゃんと船ってから、はい、金魚をやってるんでね金魚の外軍比較のやつを取りに行くよっていうそのそこに住んでる船の仲間を調べるはやるんですけどそのついでにあの州のそうですね僕州の教会とかなんかだったらグラントがありましたから、でそこがうまくこう勝ち合ったり変なことにならないようにでそのみんなが努力して何か素晴らしいものをというよりはみんながなんとなくダラダラやってでも形になっていく自分よりゆるくやっても形になるっていうのでやらないと多分持たないんですよそうですそうです、はい、続かないんですよアルジータなんですねアルジータっぽい、はい、その他に台湾の博物館とかなんかの標本とかって手に入れたりします？台湾海洋大学で多分ちょっとそういうことやってる人がいてたりするし博物館にも一人知り合いが、まあ、それ完全に古生物の人なんですけど、はいはい、そういうのあるって聞くことはつてはあるんでだから必ずしも、はい、例えばこう例えばですね、台湾側ではこうその太田さんが一人で回ってまたこう人事とかそういうんじゃなくてもちろんこのここ見たりですね博物館標本も活用してミュージオミクスという視点からもやっていけば多分多少は数をあの稼げるだと僕は思って、はい、逆にセットが揃ったらそれをやるでもいいと思う。それを目的に走り回ると集めるのは大変やから揃ったやつから揃ったやつからやっていくんですよ、はいはい、これを取りに行った時にあこっちの入ったこっちも入ったで僕はその生き物 の, そのどれを動物に実験動物に使うかの申請だけしといてあこれ何匹取れた何匹取れたこれ5匹ずつ個体あるけどどうですかで研究室にはきれいに写真撮ってくれるあのアシスタントさんがいるんで一応これ取っとこうかとでそしてヒレ切って右側のヒレ胸びれだけ切っといてあときれいに体置いといてヒレは DNA にしといてで写真溜まってきたね骨格標本でも作れるし何でも写真もきれいだねよしじゃあこのサンプルセットをデビンさんに送ろうかこういうセットあるよ、はいはい、じゃあ岡山にそれと比較できるセットあるあああるあるじゃあそこを形にしましょうかってやってそのついでに自分の目的が果たされればあの謎船を作ったけど謎船はこういうやつだったらじゃあよかったよかったよかった研究が進んだあれですねですから台湾の流刑室要するにこんな感じでも今の例えばもうこのセットがありましたあじゃあもうちょっとこれも取れたから入れようかそのそういうようなパズル的な理想の最終的には例えば5年後か7年後にはもう全部揃いましたじゃあ発表してもらう後で OK ですね OK それで行きましょう、はい、それだったらまあ、はい、ぜひ、はい、多分あのメンバーとかのうちのメンバーのポリシーとかを合わそうとするとものすごく大変なんでいろんな思想があったりとかしてあんま頑張ってしまうとその個人の俺の欲求を通してくれってことになるんで頑張らないと例えば僕的にはあれですね、例えば、1サンプルだと1000円あるんですけども、200サンプルだと1サンプルあったり、200円でしょっていうのもありますから、サンプルが揃ってからという部分も僕は多分、まあ、ただもちろん全て揃うというのが難しいと思いますので、一部ずつという、
あのブロック、まあ、そのモジュラリティ的にこう、はい、作っていけばいい。そうでえげつなくでかいサンプルとかもやっぱ置いておけないんで、まあ今これちょっと見ていただいた魚、まあこれぐらいのやつなんで、あまあ一応置いときますと、で DNA も置いときますっていう。それあの僕ら標本取りという、はい、あの対話旅行で名目で来ていただいても、まあ、いいですし、あのティーチングラボってその実験ができるようなラボもあるんで、そこだけちょっとスタッフ中のスタッフの人にここ1週間開けといてと、で救ってきたらここにちょっと置いといて、でその DNA 取るんだったり DNA 固定標本するんだったらっていうか、でもそういうのをまあアレンジするのはできますんで、そうあんまりね頑張るとね、あのね誰かがもう不平不満を言い、その精神的に疲れですよね。でもなんプロジェクトでとにかくやってはいけないのは、はい、ポリティクスを複雑にしてしまうと、もうそのプロジェクトは絶対うまくいかないんで、シンプルに、あこのセットであります、デヒンさんどうですか、うん、やれますか、ああ博物館の方にも、あよかったよかったよかったっていう、まあいいと思いますよ。いけると思います、はい、緩くで、まあ、僕はあの高専なんでちょっとスピードが遅く、でしょ、それで逆にだからこっち側がデヒンさん、あの謎骨がまだ DNA 出ないのってせっつかれても、うん、学生さんがそれで地獄を見るってパターンになると、なんかやってるなとかって、それはね辛いし続かないで、こっちはこっちで他にもやりたいことは鬼のようにあるから、あそっちはそっちでまだでしたらいいです、こっち他にやることいっぱいあるんで、そうです。でただまあそのある程度そのモジュール化というか、ここまで来たらこうしようぐらいなのを決めておくと、うん、まあ進んでいくってロードマップぐらいはあって、ポツンポツンって、はい、これって本当にです、あの平島さんめちゃくちゃ待たせてて、はい、やっとここまで来たという、これはだからこいつが来て1年間で全部滑ってます、そう頑張っていくとかあります、年間に何本ぐらいあるんですか、ないですよね、ないですよね、そうですよね、本当にそうだ、逆に僕もせっつかれて、あの話どうなったんですか、何日までにあのサンプル送ってくださいよって言われても、そうなんですよ、はい、いい時期おもろいやろ、アキレス腱切って鼠径ヘルニアで血を切ってもうきつくはやらない、しなくてもいいよね。社会人に出てから毎日通う。こっちに前、まあ、こっちに前に通ってもいい。赤木さん、あの山田さん、ありがとうございます。この先も楽しいね。毎日仕事できる。そうですよ。ここはバックヤードいいや。この辺全部出番待ちの生き物が。出番待ちの生き物らしいよ。出番待ちの生き物らしい。出番待ちの生き物、かわいいでしょ、こんな感じで、わめっちゃ出番待ちしてるで、スタンバってます、めっちゃ出番待ちよ、出番待ち、これをね、歩くやつだよ、これ歩くでもでもやりたいですかね、でしょ、うん、これはかなり詰めないと、蒸気よりの中にびっくりとした足が入っているということは、どういう蒸気よりなのに蒸気よりなのにびっくりとした足が入っているっていうことはどうなのかというのをちゃんと詰めて考えられたらやったらいいですし、でもまずは携帯からいかなアカウントと、あとだからその肉はどういった、そうですそうです、どうやってあのなんだ、あとそうです、あとエラとヒレの位置裏返ってる上に、はいはい、あの腹びれが顎のあたりに来てるから、もうなんかそこら辺だからちゃんとこれで卵取れるんですか、取れるよ、日本の相棒でここまでできるやん、なかなか受精させるはい、あまあでも僕らも出る生物を使わないでエボデボですから、はい、もう全然あの取れる時だけでもこれめっちゃなってしたら蒸気切りをモデルにしてどうやって肉切りから足になっていくとか、そこをどう考えるかだよね、あとそこをどう考えるかよ、でもニルシビンのロムってあったりするから、はいはいはい、ヒレが実は、はい、手と、はい、あの遺伝子の発現がちょっと、はい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 、重なったりするので、行きましょう。はい
はい、はい、もう行きます。はい、蒸気を逸した魚、はい、行きましょう。はい、はい、もうそんな、そんなイカれた連中ばっかりだここはっていう感じで。はい。吉野さん、前に作った目の見えない木の水揚げと目の見えない帽子で、あれ、まあ、この卵って取れるんだよって言ってくださったんですけど、やっぱり取れるんですか？取れると思いました。コーヒーコーラの方がまだ。あ、ちょっと取れてる。どうしよう。館内に行った方がいいのか。もうサクッとでいいですよ。もうお昼のあれですし、はい、こっちからで、はい、はい、あ、ここから出れるんだ。はい、いえいえ、ありがとうございます。はい、よし、帰れるぞ。はい、皆さんたち、ありがとうございました。スタッフの皆さんたち、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、君はこれからどうなってしまうんだろうな。うん、どうなるの。鬼のように、鬼のようにサンプルさばいたりすることになるのかな。この和歌山の素晴らしい多様性を世に知らしめてやるための重要な次の次世代だからの人材だから頑張ってくれ。和歌山、いや、でも世界に、世界、いや、そう、いや、世界に、いや、世界、そう、私はこの間に入ってあれですけど、世界に誇る生き物の多様性がある地域ですよ、この辺りは。そうですよ、はい、はい、じゃあ、そうですね、あの